こんにちは。テンパイアカデミー堀秀夫です。これ以前アップしたですね、儲けたいならヤフオクで売るな、アマゾンならもっと簡単に稼げるという動画なんですけど、まあ、2011年1月10日、今から4年9ヶ月前にアップしてます。で、この頃はね、ヤフオクで売っても儲かんないって話だったんですけど、今はもうヤフオクかなり安く、物を売ってる。売って儲からないというかですね、ヤフオクで仕入れた商品を、Amazon で売るということをやるだけで相当稼げます。で、これが、まあ、これから迎える、年に一度の稼ぐ時、ホリデーシーズンでですね、まあ、非常に有効な仕入れ方法でもあります。ただヤフオクは注意しないとですね、今や、中国製のコピー商品とかライセンス違反の商品も溢れてますし、かなり俺様ルールがひどい出品者もいます。出品者、安心できる出品者を見つけて、商品を見つけると、儲かる商品を買うというのを繰り返すとですね、それだけで相当稼げますんで、仕入れで、まあ、なかなか実店舗行けないと、マンダラケとかね、買取専門店行けないという方は、ヤフオク仕入れの方も有効に使ってください。まあ、具体的にね、どういう商品を仕入れるか、どういう、売り主が注意しなきゃいけないのか、その辺はまたご質問いただければですね、その売り主いいですねとか、まあ、この商品扱ってになったら他もこういうの探してくださいと、まあ、そういう具体的なサポートをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。